鬼と悪魔、鬼は竜へ。ご視聴ありがとうございます。鬼は得体の知れない恐ろしい化け物として、昔話や民話に多く登場する妖怪ですよね。しかし、もともと妖怪というのは、人間の理解を超える奇怪で異常な現象などを示していたようです。何かわからないものへの恐怖が生み出したものであるとも。以前、鬼は、鬼が転じて鬼となったものであると伝えましたね。目に見えないもの、人の前には姿を現さないもの、霊的な存在としての鬼は人間自身であり、怨念や嫉妬により鬼へと変わったものとも言われています。その代表とも言えるのが般若ですよね。般若は女性が憎しみや嫉妬に狂った果ての姿と言われています。人間が持つ鬼の部分こそ得体の知れないものかもしれません。仏教に登場する鬼で有名なのが地獄の獄卒。生前人の命を奪うなどの悪事を働いた者が落ちる最も辛く苦しい世界で、拷問を繰り返して罪を償わせる鬼と言われていますよね。ここで注目していただきたいのが、生前人の命を奪うなどの悪事を働いた者たちが落ちる世界ですよね。人間の魂の行き着く先というのが、同じ魂レベルの人たちが住む世界とも言われています。ですから拷問をする鬼というのは、生前悪事を働いた人間の魂ということにもつながるんではないでしょうか。節分の豆まきの標的としても鬼が登場しますが、もともとは節目の時期などは邪気が入りやすいと考えられていて、自分の中の煩悩、余分な欲などを追い払うために行われていたそうです。あとは朝廷に従わない者たち、朝廷の思い通りにならない者たちも鬼と呼ばれていたとか。これは権力に屈しない勇敢な者たちとも取れますよね。ここは昔鬼死骸村と呼ばれていた地です。紅葉が始まり、綺麗な景色を見ることもできます。そばには鬼死骸八幡神社もあるところです。これから鬼と竜のつながりについて話していこうと思います。ちょっと面白くなりますよ。小さな川もあります。東北新幹線が通る光景を見ることもできます。川に波紋が広がって、なんだろうなと思っていたら、結構大きな鯉が気持ちよさそうに泳いでいたんですよ。黄河流域にある竜門という急流を鯉が登りきると竜になるという逸話は、登竜門の言葉で知られていますよね。鬼は竜へつながる。竜は西洋のドラゴンとは違って邪悪なものではなく、人知を超越した存在として描かれています。そして竜人として崇拝もされてきましたよね。その竜の特徴に鬼のある部分が含まれていたとしたら、その部分こそなんと目であるというんです。竜は9つの生物の特徴を併せ持つと言われています。頭はラクダ、角は鹿、目は鬼、耳は牛、うなじは蛇、腹は神、鱗は鯉、爪は鷹、手のひらは虎、というように神に見透かされているという言葉もありますよね。その神とは鬼のことかもしれませんよね。そしてだからこそ、魂という字の中にも
鬼が入っているのかもしれませんよね。魂は普通の人には見えません。人の力を超えたもの、不思議な力を持つ者の存在も鬼と呼ばれていたという話もありますからね。あとは弥勒という言葉がありますよね。その3つの数字の中で9は特別な数字だとも。前の数字3と6を足すと9になります。次は掛け算いってみましょう。 9×1 は9、 9×2 は18。この18を1と8に分けます。そして1と8を足すと9になりますよね。これ9の段ちっとなんですよ。こうしたことからも9つの生物の特徴を合わせ持つ竜の存在は本当に特別で大切なものなのかもしれません。神が降り立った場所という意味がある祭るべ、古来信仰の地、山王の岩屋、そこから東へ進むと若い原という地があります。もしかしたら若い原だったのかもしれません。角があるなしに関わらず、体が大きい小さい関係なく和やかに平和に暮らしていた、もしかしたらそんな場所だったのかも。この貝の字は牛を解体する様を表したものらしいのですが、もしかしたら本当の意味でわかるという種族は、頭に角がある、心に刀を携え、牛のような者たちだったのではと思ってしまいます。遠い昔古代にいたとされる小豆族のような。節分の時に鬼は内、福も内、悪魔外という地もあるそうですよ。もしかしたらの世界でした。